脳震とうは最も頻発する外傷性脳損傷のタイプであり、頭部に衝撃を受けた直後に発症する一過性及び過逆性の意識や記憶の喪失を伴う症状で一時的な機能停止、あるいは一部が損傷や微小出血を受ける病態。脳震とうは回転加速度による衝撃により揺さぶられると生じるとされ、損傷部位が特定できない微慢性の脳損傷で、 軽度外傷性の損傷の内軽度の病態に用いる概念。6時間以上の意識障害を呈する場合には、再度衝撃を受けた場合、セカンドインパクト症候群を発症し致識的な状態に陥ったり深刻な行為障害が残ることがある。なお、セカンドインパクト症候群の実態解明は不十分と報告されている。浸透とは激しく揺れ動かすという意味で、 等の漢字は使わず、脳震とと表記されることが多い。スポーツ時のものは、スポーツ障害にも分類される。脳震とを繰り返すと、将来になって、様々なダメージが出てくることが明らかとなり、深刻に取り扱うべきとされている。比較的柔らかいものと、頭部、額付近に対する長時間の衝撃により起こる、神経伝達物質の過剰放出による、脳代謝の障害で、 脳機能障害。硬いものとの短時間の衝撃では、頭蓋骨骨折、脳座症、硬膜下出血を発症する。軽度の場合は意識消失を伴わず、一般的な画像診断では、異常が見られない場合が多い。脳神経伝達物質の代謝異常により、情報処理速度、注意力、集中力の低下、記憶の機能障害などの症状が生じることがあり、 代謝が正常に戻るまで、年齢、性別により差があり2週間から6週間必要とする報告がある。女性は症状が強く出やすいとされる。動向の不均等は、脳震とよりも深刻な頭部外傷のサインである6週間程度で、脳神経伝達物質の代謝は正常化するが、正常化後も、注意、集中力の低下。 記憶障害等の神経心理学的症状やめまい、疲労感、頭痛、睡眠障害など様々な脳震と後症候群症状が現れることがある。脳震とを繰り返すことで数年後に慢性外傷性脳症に至ることがある。口述の外見的所見による診断では患者の主観的な訴えに頼るため診断の正確性にかけ数時間の状態観察が行われることが多いが、 診断及び治療開始の遅れにより、慢性的な不定収縮や、身体障害の後遺症に進展することもある。このような事情を背景として、血液検査により、脳の損傷程度を把握する手法が2016年に報告されているが、臨床応用には至っていない。より重篤な疾患との鑑別を要する疾患は主に以下のものである。 脳震盪を起こした場合、脳震盪の疑いのある場合、バランステストの異常のいずれか一つに該当する。競技者は即刻退場となり、競技及び練習を継続することはできない。また、医師の診察や医療機関受診が必須となる。さらに、受賞後最低14日間は、いかなる運動も禁止して安静する。アスピリン、鎮痛剤なども使用しないことなどがガイドラインとして、 発表されている。また、競技に復帰する際は、段階的競技復帰プロトコルに従って復帰することが求められている。利き足でない方の足を後ろにして、そのつま先に反対側の足のかかとをつけて一直線上に立つ。両足に体重を均等にかけ、手を腰にして目を閉じて20秒間じっと立つ。もし、バランスを崩したら目を開けて、 元の姿勢に戻してまた目を閉じて続けるを行う。この時20秒間で6回以上バランスを崩したら体上頭部への衝撃を緩和するためのヘルメット、ヘッドギア、マウスガードなどの装具装着は一定の効果があると報告されている。また、頸部筋肉の強化もリスク軽減に効果があるとされている。さらに指導者に対する講習会や知識の普及や 啓発活動は有用である。ありがとうございます。